日本の治安が世界一と評判になるが、本当に治安はいいのかって気になることも事実だ。全く犯罪がないわけでもなく、やっぱり警察官のお仕事はなくなってはいないのだが。しかし、日本は世界でもトップレベルの治安の良い国として有名で、安全に生活ができている。夜道に街灯も多く、周りもきれいに片付いており、ゴミもほとんど落ちていない。そんな日本について、外国人から称賛されていた。では、どうぞ。今回ご紹介する映像は、世界各地を旅する外国人男性が投稿されたもので、物を盗まれる心配をする必要がないこの街が、とにかく大好きなんだとした上で、東京がいかに安全な場所なのかを紹介していらっしゃいます。東京は本当に安全な場所なんだ。1200ドル相当のドローンを収納するバックパックを通りに置いていても触れる人は誰もいない。他の国の通行人なら、あれを盗めばお金持ちになれるかもと考えるか、僕のような顔立ちをした人間が仕掛けた爆弾だろうと考えるだろうね。自転車は鍵をかけずに放置しても問題がないし、携帯電話やお金を路上に置いたって誰も気に留めない。ちょっと大げさにやってしまったかもしれないけれど、この先僕だって東京で窃盗に遭うかもしれない？そうかもね。だけど東京にいるときは犯罪に遭う可能性のことなんてちっとも頭にないよ。実際に日本に来て暮らして治安の良さに驚いた外国人はかなり多いようで、コメント欄には賛同を示す声や日本での体験談が数多く寄せられていました。海外の反応。もし日本の路上で何かなくして見つからなかったら、近くの警察署に行くことをお勧めするね。なくしたものは2日以内には戻ってくる。アメリカ。やっぱり治安の良さは日本の大きな魅力だよね。アメリカ。私が日本を旅してる時に受けたカルチャーショックの一つが、どの自転車も簡単なロックしかしてなかったことだったの。旅をしててあんなに安心感を覚えたことはなかった。アメリカ。日本で暮らせてる俺は神の祝福を受けている。ネパール。これは本当にそう。私の経験上、日本より安心して過ごせる国は他にないよ。だからこそ日本に恋しちゃってるわけだけど。アメリカ。何がすごいって、これ本当だからね。フィリピン。前にタクシーに携帯電話を置き忘れたことが2回あって、どっちも数日後にタクシー会社から郵送されてきた。日本の治安の良さは驚異的だ。アメリカ、日本在住。私なんて、いつも自転車に鍵かけてないよ。日本在住。いくらか誇張されてるけど、でも嘘ではない。電車の中で、スマホとかを外に出した状態で寝てても、盗まれるってことがないから。フィリピン。日本だって、すべての場所が安全とは言えないけどね。新宿で買ったばかりの携帯を置き忘れたら、わずか1分足らずで持っていかれちゃってたし。フランス。これマジだぞ。日本で財布や携帯を電車とかタクシーに置き忘れた時も、最終的には全部戻ってきたわ。アメリカ。ちょっと大げさかな。でも、そうだね。日本は安全な国だよ。そういう意味では、全く嘘は言ってない？日本在住。今現在日本に住んでる。こんなに安心感を持って日々を過ごせてるのは、生まれて初めての体験と言ってもいい。アメリカ、日本在住。安全だよね。女の私が夜の10時に一人でコンビニに行っても少しも怖くなかったもん。そんな日本での暮らしがものすごく恋しいです。アメリカ。東京がどれだけ安全な場所かって？この動画を信じてくれて大丈夫だ。インド。これ全部が全部本当とは言えないだろう？今日本に住んでるけど財布盗まれたことあるもん。俺の彼女は大阪と東京で別々の日にバッグ、コート、iPhone を盗まれた。でも
身の危険を感じることがないのは確かだな。日本在住。日本くらい安全な国は他にないよ。ネパール、日本在住。治安がいい。だからこそ、日本での生活が大好きなんだよ俺。インドネシア。これは、2年前に、関西国際空港から沖縄に行った時の話。飛行機がそろそろ出発するって、頃には雨が降ってたんだけどさ、その時持って高さは、そんなちゃんとしたものじゃなかったの。だから、那覇で新しく買おうと思って、空港の傘を沖に置いといたんだ。で、旅行から帰ってきたら、その傘がまだあったからね。4日間誰も盗まなかったってことだよ。スロバキア、日本在住。日本は、本当にびっくりしちゃうくらい安全。前に、トイレに、成功の時計を置き忘れちゃった時は、数時間後に戻っても、元の場所にあったからね。マレーシア。本当に治安いいよね。でも、傘は盗まれがちだから気をつけて。プラス7、日本在住。そうそうそう。日本人は、素晴らしいエチケットを身につけてるから。ビューティフルな人たちなんです。フィリピン。私が、前橋で、財布をし尽くしちゃった時は、現金でさえ盗まれないで帰ってきた。日本最高。オーストラリア。俺は、今年の7月に、東京でお金を盗まれたわけだが。アメリカ。まあそこばく大げさに伝えられてはいるけど、実際、あそこほど安全な国は他にないだろうね。俺からすれば、日本の治安の良さは異常なくらいだ。イギリス。日本は基本どこ行っても安全だよな。日本が恋しい。アメリカ。ヴィトンの財布を横浜みなとみらいのデパートで落として、4時間くらい経ってから、そのことに気づいたのね。記憶をたどって落とした可能性が高い場所に戻ったら、驚いたことに、まだそこにあったの。携帯電話をなくしちゃった時も同じだった。だから、日本で何かなくしても諦めちゃダメだよ。元の場所にはなかったとしても、誰かが警察に届けてくれてる。そんな日本のことが大好きで仕方がない。フィリピン。こんな国を愛せないはずがないね。バングラデシュ。衝撃的だった。イタリアだと真逆だからさ。今住んでるナポリじゃ、窃盗とかは大きな問題になってるみたいだ。施しを求める人もそこら中にいて正直きつい。イタリア。日本でも傘はなぜか盗まれちゃう。母。イギリス。日本人はコーヒーショップで席を確保するときは財布をテーブルに置くの。私が日本で暮らすようになってから5ヶ月経つんだけど、今では私もそうするようになったよ。日本は本当に治安がいいから大丈夫。アメリカ。日本人の 98% は人のお金を盗んだりしない。駅で何か拾ったらちゃんと届けるし。日本人は綺麗なハートを持った人が多いんだ。落とし物を持ってっちゃうのは外国人だよ。ガーナ、日本在住。この情報は間違ってる。日本のトイレで600ドルが入った財布を置き忘れた時盗まれたもん。日本はテレビで紹介されてるような完璧な国じゃないよ。ベトナム。投稿者さんは、日本は犯罪が全くない国なんて言ってないよ。泥棒だっているし、重大な犯罪だって起きる。でも、他の国と比べると、日本ははるかに安全なの。私は、しょっちゅうバッグを開けたまま電車に乗っちゃうんだけど、それでも、一度も窃盗とかに遭ったことないよ。フィリピン。六本木か歌舞伎町に行ってみ。その後でまた、東京の治安を語ろうじゃないか。イタリア。私も保証する。夜に一人で歩けるし、その時もちらっと見られることすらないからね。みんな、自分のことを考えてるから。以前に、トイレに携帯電話を置き忘れちゃった時は、盗まれないように誰かが近くのお店に届けてくれてたよ。日本は、本当に素晴らしい。アメリカ。ほとんどの方が、
日本の治安の良さについて投稿者さんに同意していましたが、日本で窃盗被害に遭ったという方も何人かいらっしゃいました。日本人の方からは、犯罪がないわけじゃないから気をつけてくださいといった内容のコメントがいくつか寄せられていました。本当に犯罪ゼロであれば良いのだが、全くないわけでもなく、これも犯罪を誘発させない心がけも重要ではないだろうか。そういう姿勢が悪いことをさせない、できない社会を構築し、さらなる平穏が訪れるのではないだろうか。